皆さんこんにちは。レック専任講師の高井です。今日は私の方から少々お時間を拝借いたしまして、簿記3級の魅力、そしてその学習法についてですね、お話をしていきたいと思います。はい、皆さんはですね、このガイダンスお聞きになっている、背景としましてはね、まあいろいろと、あると思うんですけれども、まあそれぞれですね、まあいろんな、経緯があるにせよですね、ちょっとね、ここで簿記3級という資格の魅力について、はい、ちょっとね、考えていらっしゃるっていう状況かなと思いますので、今日はですね、そんな皆さんを後押しすべく、はい、簿記3級を取るとこんないいことがあるよ、それから、こんなこともできるようになるよ、あるいはですね、その簿記3級取得のためにはどういった学習をしていったらいいのかっていうね、そういった秘訣についてお話をしていきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと画面を使いながらね、お話ししていきます。まずですね、私が簿記3級おすすめする理由からですね、お話をしていきたいと思います。はい、非常にたくさん理由あるんですけれども、まず一つ目ですね、はい、会計の基本が理解できます。はい、まあ、基本なんですけれども、基本と侮ることなかれですね、この簿記3級の学習内容はですね、はい、あらゆる会計の学習内容、学習事項のですね、入り口にあたる部分になりますね。従いまして、この簿記3級レベルの学習、マスターいたしますと、あらゆる会計資格への登竜門とされております。はい、まあ、入り口ですよね。従いまして、まあ、その入り口として簿記3級を選択する、まあ、これはね、非常に賢い選択になるわけですね。はい、それからですね、基本的な経営知識が得られるということも、おすすめする理由の一つでございます。はい、まあね、まあ、経理の分野に興味は特段ないから、簿記3級ってどうかなと思ってらっしゃるも方もね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ、簿記3級の学習内容ですね、その経理として、その専門職としてですね、歩まれる方はもちろんのこと、それ以外でもですね、はい、非常に役立つ知識になっています。まあ、ここで挙げさせていただきましたようにですね、基本的な経営の知識ももちろんですけれども、あとはですね、会社の状況なんかもね、その数字の面からいろいろと分析したり把握したりということもね、可能になりますので、まあ、非常にね、有益な理由ということになります。はい、でこの2番目に関連することなんですが、会社の数字が理解できるというのもね、大きなメリットになります。はい、まあ、会社はですね、まあ、利益のね、追求、まあ、利潤追求というのを主たる目的として日々活動を続けているんですけれども、まあ、そのですね、利益を得るにあたりまして、いろんなね、活動をしてます。はい、でその様子がですね、実際は数字で表されるわけなんですよね。はい、したがって、まあ、そのですね、数字を作り上げる部門以外でもですね、まあ、いろいろとそのね、数字に、まつわるところには意識的に、はい、関わっていかざるを得ないという場面がね、多いんですね。はい、まあ、そんな中でですね、まあ、そのね、経理畑、というところ以外のね、分野でもですね、その会社の組織の一員と、してですね、その会社の活動に携わっている限りは、まあ、いろいろとそのね、数字に対しての、はい、意識的なね、見方というのが問われる場面って多いんですよね。はい、従いまして、まあ、このようにですね、簿記3級学習いたしますと、会社の数字っていうのもね、ある程度理解ができるようになりますので、まあ、あらゆる分野においてですね、はい、まあ、どんなね、職種、あるいはその会社の中でどういったセクションにね、つくにせよですね、非常に、役立つ知識を得るということができます。はい、で続きまして、次なんですが、青色申告ができる、まあ、これはね、単独で、自力でね、できるという意味になります。はい、今まではですね、その会社の一員というお話をね、させていただいていたんですが、青色申告はですね、個人事業主、まあ、自営業のね、方々に関するお話ということになるんですね。はい、個人事業主や自営業の方々というのはですね、自らのそのね、所得についてですね、まあ、申告をするというね、ことが義務付けられております。でその中でもですね、青色申告という制度は、まあ、税制上の優遇制度になりますので、まあ、これね、はい、できますと非常にですね、税金も、はい、お得になるというね、そういった制度になるんですが、この青色申告自力でやるためにはですね、その簿記3級程度の知識が必要になるんですね。
複式簿記というこの簿記の学習で、習得をする簿記のね、記録の仕方に基づきまして、帳簿をつけていく必要があります。従いまして、青色申告ですね。税制上の優遇を得るためには、この簿記3級程度の知識というのがどうしても必要になってくるということでですね、これも大きなね、理由の一つになります。それからですね、申告に関してなんですが、会計ソフト。これはですね、会社で、経理のね、仕事に就く方ももちろんなんですが、先ほど申し上げた通りですね、自営業だったりね、フリーランス、あるいはその個人事業主と言われるね、方々が、各自ですね、確定申告をしていく際に、会計ソフトでね、入力をするという方が非常に増えているんですね。もちろんですね、パソコン上で、この記帳操作をするということになるんですね。で、この際もですね、今ね、いろいろと親切な会計ソフトってたくさん出てますので、その簿記の知識がなくてもね、操作できるっていうところはね、あることはあるんですけれども、それも限界がありますのでね、できればこの簿記3級の知識を得た上でですね、この会計ソフトの操作というのをしていただくと、非常にね、スムーズにいくと思います。というのもですね、おすすめする理由の一つということになります。それからですね、このあたりはね、特に学生の皆さんなんかにね、お話をしておきたいんですけれども、就職、あるいはね、社会人になった方もですね、転職の際ですね、有利になるというね、局面もあります。履歴書にね、その簿記3級取得ということもね、もちろん書けますし、これを書くことによってですね、採用担当の、担当者にね、この数字に対しての、意識がね、高いというところをね、アピールする材料にもね、なりますので、これですね、取ったからといってね、その転職や、就職がですね、もう本当にね、もう画期的に有利になるというところまではいかないんですけれども、非常にですね、周りと比べるとキラッと光る、応募処理がね、出来上がるということになるかと思います。といった意味でですね、ある程度とさせていただきました。ということでですね、今挙げさせていただいた中でもですね、たくさんの、利点というのがね、出てきたと思うんですけれども、こんなふうにですね、非常にですね、皆さんにこの簿記3級取得をおすすめする理由というのは、たくさんのものがあるというのをね、知っておいていただければと思います。ということでね、今いろいろと理由を述べさせていただいて、じゃあ私も受けてみようかなって思ってらっしゃる方もね、いるんじゃないかと思いますので、ではここから先はですね、簿記3級試験の、中身についてですね、一体どういった試験なのか、どういうふうに受けるのかといったようなところを中心にお話をしていこうと思います。ではですね、まずは試験の概要からお話をしましょう。日商簿記3級。世の中にはですね、何種類か、その簿記検定といわれるね、簿記の、資格というのがあるんですけれども、その中でもですね、この日商簿記、これは日本商工会議所といわれるところがですね、主催をしています最大規模の簿記の検定試験でございます。毎回ですね、そのペーパーベースのですね、統一試験に限ってみましても、簿記3級の試験はですね、4万人近い方が、受験をするというね、非常に大規模なね、試験になるんですね。そしてこの試験の開催の方法なんですけれども、2種類走っておりまして、まずですね、統一試験といわれるね、年3回、定期的に行われています、紙でね、行われる試験と、それからネット試験というものがございます。難易度はいずれも差はありません。で、最近の傾向としましては、徐々にですが、ネット試験主流のね、トレンドに移ってきているようなね、感じですね。東京商工会議所はですね、もうね、2023年度からは統一試験が、3級2級ね、廃止されましたので、もうね、ネット試験、東京にお住まいの方は、で、東京で受けるという方はですね、ネット試験ということになります。東京以外ですとね、まだこの統一試験というのは開催されますのでね、いずれか、都合のいい方を選んで受験していただくということになります。いずれの受験でもですね、発行されます合格証明書は同じですのでね、どちらも差はございません。そしてですね、3級試験なんですが、試験時間60分です。そして、合格点は100点満点のうちの70点以上ということでですね、これも毎回同じです。絶対評価の試験になります。
はい、というのがですね簿記3級試験の概要でございます。はい、それからですね気になるですね出題レベルについてね次にお話をしていこうと思います。日商簿記3級の出題レベルでございますがこちら、はい、小規模株式会社の会計処理が問われます。はい、まあ、小規模株式会社具体的なイメージとしましては、まあ、個人商店がですね、まあ、法人なりして株式会社化した、まあ、そのようなね、小さな会社です。小さな会社とはいえですね日本はもうほとんどですね、まあ、あの株式会社小規模、まあ、中小規模の、ね、会社で構成されておりますのでこの日商簿記3級、このですねレベルを習得していただくとですね、まあ、その日本の大多数を占める株式会社のですね会計処理が単独で行えるというね非常に魅力的な、はい、学習内容になっております。はい、ということでね、まあ、日商のホームページをご覧になりますとこのようなことが書かれております。はい、基本的な商業簿記を習得し小規模企業における企業活動や会計実務を踏まえ経理関連書類の適切な処理を行うために求められるレベル、これがですね日商が求めている簿記3級試験のレベル感となります。具体的にはですねはい、まあ、一言で言えばこの小規模な株式会社の会計処理をもう一人で任されてですね滞りなく遂行ができるというレベル、これが日商簿記3級で求められているレベルなんですね。はい、こんなことを言うとねちょっとレベル感高いかなって思われるかもしれないんですが、はい、まあ、そういったね面も出てくるかとは思うんですけれども非常にね魅力的な、はい、学習内容なんじゃないかなと思います。はい、ではですねここから先は先ほどもちょっと触れましたが、試験のですね、はい、まあ、統一試験ネット試験のそれぞれの特徴についてねお話をしていこうと思います。詳しくはねホームページで、ご確認いただきたいんですが、はい、ご覧のようになっているんですけれども大きく異なるところを中心にお話ししていこうと思います。はい、まずですね試験の開催日です。はい、統一試験これペーパー試験ですがこちらはですね年3回決まっておりまして6月第2週11月は第3週2月が第4週ということでですね年に3回開催されます。はい、おそらくこれご覧になっている皆さん2023年度の、ね、受験を考えていらっしゃると思いますが2023年度はい、まず最初に訪れます統一試験の開催日は6月11日の日曜日となります。これに対しましてネット試験の方はですね全国に設置されていますテストセンターというところがありますがこちらが定める日時で開催されておりますのでご自身の都合とこのテストセンターの開催の予定と合うところでですね、まあ、最短は3日後から受験をすることができます。非常にフレキシブルにね、予定が組めますよね。はい、そしてですねはい、次に違うところですね試験会場こちらがですね統一試験の場合は従来通りですので自分が応募をしました、商工会議所こちらが指定をしてきた会場に出向くことになります。でこれに対してネット試験はですねこちらも出向いていくんですけれども、はい、ネット試験会場というね、まあ、いわゆるテストセンターと言われていますが、こちらから選択してそちらにですね出向いてそちらのパソコンを使って回答するということになります。はい、で次に受験申し込みです。受験申し込みについてはペーパー試験の場合、はい、各商工会議所に直接申し込みを行います。ご自身の、住んでいらっしゃる場所あるいは職場などからですね都合がいいところをね、自分で探し出してそこに直接申し込みをいたします。おおむね試験の2ヶ月前から1ヶ月前に受付が開始されると思っておいてください。これも各商工会議所によって異なります。これに対してネット試験の場合はご自身のパソコンあるいはスマホからですねインターネットで申し込みをする行います。こちらは最短で3日後の受験が可能です。はい、そしてここから以降はしばらくね共通の事柄になります。試験時間は60分です。大きな問題3問以内で構成されております。はい、出題範囲も定められておりまして合格点は先ほどお話しした通り100点満点中の70点以上でございます。受験料は双方ともですね2850円、これがコアの受験料なんですが、それぞれですねプラス手数料として、
まあ、500円ほどですかね、かかります。はい、で回答方法、こちら大きく異なります。統一試験の場合は従来通りです。はい、問題冊子と呼ばれるもの、問題用紙と回答用紙、そして計算用紙が1冊になったもの、こちらの回答欄に手書きで鉛筆でですね、回答を記載いたします。はい、これに対してネット試験の場合はテストセンターに用意されていますパソコンですね、自分に割り当てられたパソコンで入力をして回答いたします。で最後、合格発表ですね。合格発表については、統一試験の場合は各商工会議所に定められたスケジュールによって、決められた日にですね、公開されますが、ネット試験の場合はもう即日、まあ、即時ですよね。試験終了後すぐにですね、結果分かることになります。で最後ですね、その他としましては、統一試験、ね、先ほどお話しした通り、問題、回答、そして計算用紙が1冊になった問題冊子、これは試験終了後に回収されますので、一部なりともですね、持って帰ることはできません。ネット試験の場合は問題は画面上に映し出されますので、これを回答するに際しまして、計算用紙ですね、それから筆記用具が貸与されますが、こちらも返した上で退出するということになります。はい、以上がですね、統一試験とネット試験についての、まあ、大まかな、ね、概要でございます。はい、でここからはですね、ちょっと統一試験についてね、深くお話をしていきたいと思います。まあ、先ほどお話ししたところもね、ありますので、そのあたりはさっといきますけれども、まずですね、問題用紙、答案用紙、計算用紙、これ1冊の冊子に閉じ込まれておりますので、これすべてね、試験終了後回収されます。はい、これ持ち帰ったりね、移して帰ったりするとですね、もうこれはね、今後の受験お断りというね、非常に重いペナルティになります。はい、ということでですね、まあ、この冊子のボリューム感なんですけれども、 A4 サイズで、まあ、だいたい十数ページですかね、まあ、20ページ近いかな、閉じ込まれております。で最後は、袖ページの形でですね、白紙が A4 の紙が2枚に該当するぐらいの分量がですね、計算用紙として閉じ込まれております。はい、でこれね、持ち帰りは禁止。そして、受験なんですけれども、統一試験ですね、年3回と申し上げたんですが、応募の人数になんかによりますけれどもね、3級の場合は、9時開始、それから11時開始とですね、2つ設定される場合もあります。もちろんこの2回設定される場合はですね、この2回の試験、問題は異なりますね。ということでね、まあ、どっちにね、どういう問題が出るかってもちろん予想はできないので、まあ、ここはですね、ご自身のこのね、予定と、勘案しましてね、受験決められてください。まあ、会場によりましては、もうね、どちらか1回しかないという場合もあります。ということですね。で先ほどお話ししました、問題答案冊子イメージなんですけどね、お話ししておきます。ご覧のようにですね、見開きで構成されておりまして、左側が問題、そして右側がその問題に対応する答案欄、回答欄ですね、こちらが設定されております。で最後にですね、右側のように袖ページとして計算用紙が閉じ込まれているんですけれども、まあ、別にね、この計算用紙は使っても使わなくても構わないんですね。問題のところの余白、あるいは答案も、枠にかからない程度であればですね、自分でね、メモ書きができますのでね、まあ、必要に応じて使うようにしてください。そしてここから先なんですが、気になるね、受験のデータお話ししておきたいと思います。これはね、日商のホームページから引っ張ってきたんですけれども、ここ過去ですね、十数回ぐらいのですね、受験者の概要についてです。155回はですね、コロナの、ね、関係上中止になっておりますが、それ以外のところの、ね、データが載っております。ネット試験が、ね、導入された以降はですね、急激に受験者数って減っているんですけどね、これですね、2021年から、ね、まあ、導入されてますので、まあ、そのあたりで、ね、受験者数がぐっと減ってるっていうところがあるかと思うんですけれども、合格率ね、ご覧いただくと、まあ、多少ばらつきはあるんですけれども、おおむねそうですね、4割弱ぐらいの感じでね、合格率推移してるかなと思います。
特にここ直近ですね、6階ぐらいのところですね、5、6階のところで言えば、まあ、そんな感じですかね。はい、まあ、絶対評価の試験ですからね、合格率というのは必ずしも当てになるかというと、そういうところもね、少ないかと思いますけれども、大まかな、ね、目安としてと捉えていただければ、ね、いいかと思います。はい、で合格率に関しましては、このようなグラフも、ね、作ってみました。はい、これは155回の分は抜いておりますけれども、おおむねですね、はい、こんな感じで推移しておりましてね、結構ですね、157回、158回、159回あたりですかね、ちょっとばらつきが出ておりますが、まあ、おしなべて考えるとですね、まあ、大体先ほど申し上げた通り、4割ぐらいですかね、の、合格率で推移していると思ってくださって構わないかと思います。はい、以上がですね、統一試験についての、概況でございます。で、続きましてね、ネット試験についてです。はい、ネット試験は随時開催ということでですね、第何回合格率何パーセントというね、出し方ができませんので、これはですね、一定の期間ごとに出しております。これ1年ベースでね、やっております。はい、で導入されたのが2020年の12月なんでね、一番上、ご覧になっている表の一番上は、この導入された当初から、はい、その年度、はい、そのね、2021年の3月まで、ちょっと期間短くなってるんですけれども、あとはですね、2段目、3段目、はい、2段目はですね、2021年度ですね、そして、一番下、3段目は2022年度ですが、これも12月までのね、数字ということで、それぞれですね、ちょっと設定されてる期間は異なるんですね。はい、で、ここでの合格率をね、それぞれ出しておりますが、はい、まあ、ちょっとね、偶然の要素強いと思うんですけれど、合格率、いずれもですね、41%ですね。はい、若干最近の一番直近のね、2022年の4月から12月までの区間に関しましては、41.5%、若干ね、合格率上がってる感じになりますが、まあ、おおむね41%ぐらいでね、推移してますので。先ほどご案内した統一試験と比べましてもね、まあ遜色ない感じ、同じぐらいの合格率が出てると思ってくださって構わないかと思います。はい、まあこんな感じでですね、まあネット試験も、まあ、昨年度なんか見ますとですね、2021年4月から2022年3月、受験者数が20万6149名ということで、はい、まあそうですよね、その年に3回ある統一試験の合計の数字、受験者数の合計の数字よりも多くなってるようなね、感じですかね。まあネット試験主流にだんだん移行しているというね、まあそんなトレンドが読めるかなと思います。ということでですね、皆様におかれましては、まあこのネット試験あるいは統一試験ですね、いずれか、まあご自身のね、まあ都合がいい方、まあ、回答のしやすさだったり、あと受験のね、はい、そのタイミングだったりっていうことをね、いろいろ考え合わせた上で、まあ、いずれかね、良い方を選んで受験してみてください。はい、ではここからですね、この、統一試験、ネット試験、まあ、共通になりますけれども、はい、出題形式についてね、ご案内していこうと思います。はい、大きな問題3問で構成されております。まずその1ですね、第1問、配点45点なんですが、これ仕分け問題が15題です。各3点15題なので45点ですね。仕分けはですね、このね、複式簿記というね、簿記のその、記録の仕方、はい、これのですね、まあ本当の究極的なね、はい、もう本当に簡潔にですね、合理的に、はい、この会計のね、事実についてこう記録していくというやり方、これがまあ仕分けと呼ばれるね、記録方法になるんですけれども、まあこれを、ね、書いていくという問題、まあ、問われる問題が15題となります。はい、ここがいかに取れるかというところがですね、合否を分けると言っても過言ではないんですね。はい、まあ、詳しくはですね、まあ、講座の中でもね、その仕分けについては重点的にやってまいります。はい、続いて第2問です。こちらは20点で、これはですね、問題が2題で構成されておりまして、で2題は関連性がない問題になります。内容としましてはですね、ご覧の通りですが、もう本当にね、さまざまな分野からその時その時でですね、違った論点で、ね、ピックアップして2題が出されるということでね、なかなか予想が立てづらいところとはなります。はい、でこの辺りの得点の仕方もですね、実践形式の問題の演習に入りましてからじっくりね、お話をしていきたいと思います。はい、そして最後第3問、これ
はですね、配点35点になりますが、内容はですね、決算の問題です。決算はこの会計の記録上1年間の締めくくりとなるべきですね、非常に重要な局面なんですけれども、ここでいくつかの表を作っていくんですが、その表いずれかが出題されます。自分で作ってくださいと言われる問題。配点が35点と非常に高いですから、こちらも気は抜けないです。ただですね、部分点である程度取っていくっていう、そういう戦略も立てることは十分可能です。というわけでですね、以上が日商3級のですね、出題形式となります。今ご紹介しましたように、いろいろと専門的な知識がもちろん問われていくことになりますので、ちょっと不安に思った方もいらっしゃるかもしれませんので、ではこの簿記3級取得するためにどのぐらい勉強したらいいのかなというところですね。おおよその目安になりますが、ご案内しておきたいと思います。どのぐらい勉強すればいいんだろうか、その勉強効率にもよるんですけれども、おおよそこのぐらいと言われています。約100時間、80時間から100時間ぐらいという感じで、言われていることが多いですね。ただですね、100時間、じゃあどんな状態でも机に座っていれば、簿記3級取れるのかというと、そんなことはありませんのでね、あくまで目安として捉えてください。ですね、目安です。で、他の検定試験いろいろあるんですよね。で、その3級というのがいろいろあると思うんですけれども、他の検定試験3級とはちょっとレベル感が違うと捉えてください。これはあくまでですね、社会人レベルでのその入門資格としての3級という試験になりますので、例えばですね、英検だったりね、漢検だったりね、そういったような検定試験の3級とはちょっとね、毛色が異なりますので。そこはですね、ご注意いただきたいと思います。ということで、じゃあね、この100時間と今申し上げたんですけれども、じゃあこの100時間どうやって捻出して、どういうふうにですね、合格までのスケジュールとして組み込んでいけばいいのかっていうところをね、次にお話ししていこうと思います。学習時間ですね。おおむね100時間と申し上げたんですけれども、まずはですね、こんな計画立ててみてください。自分が受験をしようとしている検定試験まで、ネット試験でも統一試験でもいいんですけれども、大体どの時期の試験を受けようかっていうことをまず設定してください。で、そこから逆算してですね、自分に残されている時間、勉強に割ける時間というのをね、まず総時間、総合計時間をね、出していただいた上で、ご自身の生活スケジュールとね、勘案しながらですね、次に自分が1日に使える時間を把握してみてください。で、自分が1日に使える時間というのを把握して、それのかける日数でですね、検定試験までに100時間用意しますね。で、そこで効率的にですね、勉強を進めていただくということになります。このように逆算して考えていただくとね、どんなスケジュール組んだらいいのかなというのもね、分かってくるところも多いと思います。というわけでですね、おおよそ100時間というお話をさせていただいたんですが、では、その100時間ですね、じゃあその自分が使える時間を勘案しながら、ではその100時間、用意するとですね、じゃあ自分はどのあたりの試験が受けられるのかなというのをね、大まかに見積もっていただいたところで、あとはですね、その100時間をいかに効率的にですね、使っていくかというところがね、問題になってまいります。3級レベルですとね、独学で取られる方っていうのももちろんいらっしゃるんですけれども、私はですね、ここでレックの講座を利用するということを強くお勧めさせていただきたいと思います。この100時間ですね、レックの講座乗っかっていただければ、効率的にですね、その合格レベルまで無理なくね、その100時間引き上げてね、いくことになります。では、ここからですね、講座の概要についてお話をしていきます。このレックの簿記3級講座ですが、簿記3級合格に必要な知識を、もう知識ゼロの状態からね、積み上げていきます。養成していきますので、どうぞ、心配なさらずにですね、不安を抱かずにね、参加されてみてください。もちろんですね、そのね、会計知識全くないよというところから、もうね、話は進めていきますのでね、ご安心ください。
で、この100時間いかにね、効率的に使うかというところが鍵になってまいりますが、はい、もちろん講義ではですね、効率的に知識インプットしていきますのでね、まあ、この講義のカリキュラムに乗っかっていただければですね、無理なくレベルアップしていただけるということになります。はい、使用するテキストなんですけれども、これ巷の本屋さんでもね、売ってますけど、高速マスターネオというですね、レックが出してますテキストにのっとって進めてまいります。で、この高速マスターネオテキスト、付属の問題集というのがありましてね、これ別冊になってますけれども、こちらはですね、問題集です。ですので、こちらでですね、テキストで学習した内容を、即座にね、復習していただいて、問題演習を繰り返していただくということでですね、効率的に知識を定着させていってください。特にですね、このね、最初の講座、完全マスター講座のところではですね、私がその高速マスターネオを使ってですね、その理論的な説明、テキストのね、内容の理解に努めさせていただきますので、その内容をですね、ぜひそのね、早いうちにですね、高速マスターネオの問題集の方で、問題演習をね、繰り返していただきたいと思います。ここはね、ご自身でやっていただくことになります。ということで、日々のね、テキストの内容の理解、そしてその演習問題、練習ということのね、繰り返しで、無理なくですね、レベルアップを図っていただくというね、カリキュラムになっております。はい。で、問題演習、要なんですね。やはりですね、実際の試験問題も問題、アウトプットが問われますので、こちらの問題練習に関してはですね、レックは非常に多彩な講座用意しております。はい。日頃の高速マスター問題集はさることながらですね、講座といたしまして、はい、問題集の応用編を中心にですね、ブリッジ演習講座というところでね、問題の解き方を徹底的に、演習してまいります。そしてその後、実際の出題形式に合わせた答練、そして公開模試でね、仕上げという流れでですね、はい、無理なく3級合格を勝ち取る、そんなカリキュラムをね、組んでおりますので、ぜひ安心してですね、講座受講してください。ということでね、講座の特色なんですが、おそらくですね、ウェブ講座で受けられる方がね、多いと思いますので、ウェブ講座でのね、学習方法のポイントについてお話をしておきます。これ、ウェブ講座に関わらずなんですけれども、復習中心で大丈夫です。予習は必要ありませんのでね。はい、まずはその講座を、視聴しまして、講義内容をね、徹底的に理解してください。はい、これはね、完全マスター講座の、講義をね、聞いてやっていただくことになります。そして、この講義を聞きましたら、即すかさずですね、問題演習です。はい、これはですね、講義のね、時間にはもちろん含まれていませんので、ご自身で時間確保していただいた上でですね、やっていただくということです。はい、そして、講座として、問題演習の講座はブリッジ演習講座、そして合格答練、さらに公開模試と、ね、多彩なラインナップが組まれておりますので、ここでですね、知識の確認を、やっていってください。はい、ということでね、今までもね、いろんな講座をご紹介してるんですが、流れをね、最後に説明しておきましょう。はい、まずですね、インプット講座としては、この3級の完全マスター講座、全10回です。はい、25時間ですね、これが、あります。で、ここで講義内容を理解し、で、その該当する箇所のね、問題演習を繰り返していただいた上で、次に受けていただく講座が、ブリッジ演習講座です。これは2.5時間の、講義がですね、3回。はい、内容は問題演習のね、講座です。テキストでマスターした内容を実践レベルのね、レベルに引き上げていく、いただくために、いくつか問題を用意しましたので、その問題をね、解いていただきながら着実にレベルアップを図っていきます。はい。そして以降はですね、実践形式の問題演習になります。はい、合格答練ですね。はい、本番の形式さながらの問題4回分ありますので、これをね、まず時間を決めて解いていただいて、その後解説をね、聞いていただくということをして、はい、でね、実践レベルにだんだん慣れていっていただきます。はい、そして仕上げとしまして、最後、公開模試が設定されております。ここでもね、実践形式の問題を解いていただいて、最終的な実力チェックにお役立てください。はい、そしてレックではですね、もちろんウェブの模試も設定しております。はい、ネット試験でね、受験される方はこちらの試験対策ということでね、活用してください。
はい、ということでですね、はい、最後にまとめておきます。レックの講座です。特色としましては、はい、まずですね、簿記3級合格レベルに、ね、必要な知識をゼロから養成してまいります。ゼロからですね。ですので不安なくね、講座、受講開始されてください。はい、そして講義では効率的に知識をインプットしていきます。はい、高速マスターネオという、ね、テキストに基づいて進んでいきます。はい、でまあ、各回の冒頭、まあ、各章の、ね、で構成されてますので、その章の、ね、頭のところでですね、その回の学習項目、これをご紹介しておきますので、まあ、大体ね、今日学習する内容というのをそこで掴んでいただいて、その内容をですね、その後、はい、講義で深掘りをしてね、学習をしていくということになります。はい、ね、これはね、完全マスター講座で行っていきます。はい、そして、問題集ですね、その進んだ都度、まあ、基本編を解いていただくんですけれども、その後ですね、応用編、この問題集にも設定されておりますので、ここでいよいよですね、実践形式への橋渡しという意味でブリッジ演習講座設定しておりますので、ここでですね、実践形式のレベルにですね、無理なく引き上げていただくということをね、やってまいります。はい、そして最終的に、はい、合格答練、そして公開模試というね、ラインナップで、はい、実践レベルでね、はい、無理なく演習を進めていただいて、自信を持ってですね、はい、実際の試験に取り組めるというね、ところを目指して頑張っていきます。はい、ということでですね、はい、簿記3級の魅力から始まったんですけれども、このね、レックの講座活用していただいてですね、ぜひ最短距離でですね、簿記3級の資格取得していただきたいなと思っております。そのためにはですね、私はじめ講師陣がですね、はい、まあ、いろいろとね、サポートさせていただきますので、ぜひこのカリキュラムに乗っかってですね、安心してついてきていただければと思います。はい、ではね、これから皆さん頑張っていきましょう。